体に障害があって車椅子を利用している人にとって、車椅子っていうのはただの乗り物ではなくて、まあ、自分の体の一部のようなものです。まあ、なので車椅子を購入する時のオーダーっていうのは慎重にやらないと、まあ、自分の体に合わないものができてしまって、まあ、生活の質が下がってしまう原因になるかなって思います。そして車椅子はそんなに安いものではないので、まあ、そういったオーダーに失敗して不満なところがあったとしても、まあ、すぐに買い替えるってことは難しくて、まあ、数年は我慢して、まあ、それを利用しなければならないってことが多いんじゃないかなって思います。まあ、そういったオーダーの失敗や使用していく中での不満っていうのは、まあ、本当に車椅子を買い替えるたびに毎回出てくるので、まあ、車椅子のオーダーって本当に難しいなって、まあ、そのたびに思ってます。そこで今回は僕がこれまでに車椅子をオーダーしてきた中で、まあ、やってしまった失敗っていうのをいくつかピックアップしてみたので、まあ、それを今回は紹介していきたいなと思います。まあ、おそらくこれから車椅子を購入する方には参考になることもあるかなと思うので、まあ、同じ失敗をしないようにぜひ参考にご覧いただければなと思ってます。まず一つ目に僕が車椅子のオーダーで失敗したことは、まあ、背もたれが低すぎたってことです。車椅子のタイプによってオーダーするときに背もたれの高さを選べるものがあるかなと思うんですが、まあ、僕は少し自分に合わない低いものを選んでしまって、まあ、失敗しました。自分に合わない低い背もたれを利用していると後ろにひっくり返るリスクっていうのは高くなったり、まあ、自分の体重をしっかりと背もたれに預けることができなくて、まあ、背中が丸まってしまって、まあ、車椅子上での姿勢が悪くなる、まあ、原因になるかなって思います。僕の場合は初めの頃は自分に合った背もたれの高さっていうのが分からなくて、まあ、ただ単純に背もたれが低い車椅子ってかっこいいなと思ってオーダーしました。まあ、結局その車椅子では背もたれが低いまま、背中が丸まった状態で、まあ、姿勢が悪いまま数年間利用していたと思います。背もたれの高さというのは、まあ、その人の障害程度に合った、高さというのがあると思うので、まあ、無理をせずに、自分に合った高さを選ぶっていうことが大切なのかなと思っていて、まあ、それによって車椅子上での姿勢に影響して見た目の印象というのも大きく変わってくるんじゃないかなと思ってます。ちなみに車椅子の背もたれには、車椅子を購入した時の標準の背もたれ以外に、まあ、別売りの取り付け型のバックサポートというのがあります。まあ、僕は現在それを取り付けているんですが、まあ、これは高さ調整や角度の調整なども、まあ、ある程度できて、まあ、車椅子上での姿勢が改善できるので、まあ、結構おすすめです。この取り付け型のバックサポートについても動画を作ってますので、まあ、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。続いて僕が車椅子のオーダーで失敗したことは、座幅が広すぎたってことです。これも車椅子のオーダーの時に、座幅っていうのは選べるかなと思うんですが、まあ、それが僕の場合は自分のお尻の幅よりも結構広いものを選んでしまって、まあ、失敗しました。オーダーした時は少し座幅は余裕を持たせておいた方が、まあ、車椅子に移乗する時に移乗しやすいのかなと思っていて、あとはまあ初めの頃は座幅が狭いものよりは、まあ、広いものの方が、まあ、車椅子自体が安定して、まあ、乗っていて安心できるのかなと思ってました。しかし座幅が広いと、まあ、実は乗っていてデメリットになることの方が多かったです。それは座幅が広いと、まあ、その分車椅子全体の幅が広くなってしまうので、狭い通路とか、まあ、出入り口であと少しのところで通れたのにっていうところが、まあ、通過できなくなってしまうってことです。そういった場面に直面したことっていうのは過去に乗っていた車椅子の時には結構よくあって、新しく車椅子を買い替えて座幅を狭めた時にいろいろな通路が通過できるようになって、まあ、感動したっていうことを覚えてます。まあ初めのうちは自分に適した座幅っていうのは分からなくって、まあ、少し広めを選びがちなのかなと思うんですが、まあ、もちろんお尻がぶつかってしまうのは良くないと思うんですが、まあ、しっかりとフィットする広さを選ぶべきかなのかなと思っていて、まあ、最初のうちは不安でも、まあ、結構数ヶ月乗っていると、まあ、すぐに慣れてしまうものなのかなと思います。
ということで、車椅子で生活していく中では座幅はできるだけ狭い方が、まあ、生活しやすいのかなと個人的には思っています。まあ、なのでこれから車椅子を購入する方は、車椅子の座幅というところも、まあ、慎重にオーダーすることをお勧めします。続いて車椅子のオーダーで失敗したのはフレームカラーです。僕の場合は初めの頃の車椅子のフレームの色の選択に失敗したと思ってます。初めの車椅子の色は赤で、その次の車椅子がシルバー、それでその色に不満で、途中で知り合いの塗装屋さんに黒に塗り替えてもらいました。そしてその次の車椅子がダークグレーで、そして現在のフレームカラーはやっぱり当たり障りのない黒になってます。フレームの色は実際業者に頼めば塗り替えてもらうってことはできるかなと思うんですが、ただ塗り替えてもらっているその間というのは、その車椅子を使うことはできないので、不満があったとしても、そういった理由でなかなか踏み出せないっていうことが実際あるのかなと思ってます。なのでフレームの色を途中で塗り替えるっていう人は僕の周りではあまり多くないのかなと感じてます。ということで、車椅子は毎日何年も乗るものなので、できれば飽きにくい色を選んだ方が、無難なのかなと個人的には思っていて、例えば着る服にも合わせやすい色っていうのが、いいのかなと個人的には思ってます。ただこればっかりは本当に好みの問題っていうのもあると思うので、フレームカラーで個性を出したいっていう人もいるかなと思うので、この色がいいっていうのは僕が言うことではないかなと思うんですが、ただ僕の場合は最初の頃の赤とかシルバーとか、そういう明るい色で失敗したっていうことがあるので、これからオーダーする方は、車椅子は毎日何年も乗るものなので、フレームカラーは慎重に検討することをお勧めします。続いて車椅子のオーダーで失敗したのは、フットレストの幅です。フットレストの幅をオーダーで調整できる車椅子っていうのがあって、僕が現在乗っている車椅子も、オーダーした時に調整できたんですが、その時にもう少し狭くしておけばよかったなと今後悔していて、失敗してしまったのかなと思ってます。僕の場合はベッドや車に移乗するときに、片方の足をフットレストの上に乗せて、移乗するんですが、そのときにあまりフットレストが狭すぎると、移乗しにくいのかなと思って、オーダーのときに、もう少し狭くすることっていうのはできたんですが、ほどほどに足を置いたときに、両脇に余裕がある程度にしておきました。ただその車椅子を使っていく中でやっぱりフットレストに足を置いた時に、脇に余裕があるとフットレストの中で足が遊んでしまって、やっぱり余裕を持たせないでしっかりと狭い、フィットするものが良かったなと今では思ってます。フットレストの幅を狭くするメリットというのは、足がしっかりと揃ってくれるので、車椅子に乗っている姿勢が綺麗に見えたり、フットレストの中で足が動くことが少なくなって、足がフットレストから落ちてしまうってことも、少なくなるのかなと思います。逆にフットレストの幅が広いと、足が開いてしまったりとか、逆に内股のようになってしまって、見た目が悪くなったり、もちろんフットレストから、足が落ちてしまうっていうことも多くなるのかなと思います。フットレストの幅をオーダーで調整できる車椅子っていうのは限られていると思うんですが、元々のデザインが狭いものっていうのは結構あると思うので、もし車椅子での姿勢を良くしたくて、足が揃ってスッキリと見せたいと思っているなら、フットレストは狭いものを選べばいいのかなと思ってます。最後に僕が車椅子のオーダーで失敗したことは重さに妥協したってことです。車椅子の重さというのは、特に車を普段自分で運転したり、よく使う人には重要なことなのかなと思います。僕も普段自分で車を運転していて、自分で車椅子の積み下ろしをしているので、そんな中でやっぱりもう少し車椅子を軽くできるのであれば、しておけばよかったなと今では思っていて、それは失敗したかなと思ってます。
これも車椅子の座幅の時と一緒で、まあ、あまり軽すぎる車椅子を選ぶと、まあ、安定しないのかなと思って、まあ、不安なところがあったので、まあ、なんとなくあまり軽すぎずに、まあ、ほどほどにしておいた方がいいかなと思って、まあ、そこで重さに妥協したっていうところがあります。まあ、ただ今考えると車椅子に乗っている時の安定感というのは、まあ、車椅子自体の重さというよりはむしろ、まあ、背もたれの調整とか、まあ、クッションとかの方が重要で、まあ、それをまあこだわれば車椅子自体はまあもっと軽くても良かったのかなと思ってます。そして車椅子がもっと軽ければ普段車椅子をまあ積み込む時にもっと楽だったかなと思っていて、まあ今では今の車椅子をまあ車に自分で積み下ろす作業っていうのは当たり前にはなっていると思うんですが、まあ、それでもやっぱりたまにめんどくさいって思う時はまあ正直あるので、まあ、その作業の負担をいくらでも減らすために、まあ、できるだけ車椅子は軽い方が良かったのかなと今では思ってます。なので特に僕のように普段車を運転していて、まあ、車椅子の積み下ろしをしている方は、まあ、車椅子の重さに妥協すると、まあ、後で後悔することになると思うので、まあ、車椅子を選ぶときとか、まあ、オーダーするときに、まあ、その辺は気をつけてください。ということで、車椅子はただの乗り物ではなくて、まあ、自分の体の一部だと思って、まあ、慎重にオーダーすることが大事なのかなと思っています。まあ、これから車椅子のオーダーをする方は、まあ、僕と同じような失敗をしないように、まあ、ぜひ気をつけてください。まあ、今回の内容が少しでも参考になれば嬉しいです。といった感じで今回の動画は以上になります。この動画の感想をぜひコメント欄に書いてリアクションしていただけると嬉しいです。それではこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。We could have been stardust, same world but without it.